基本的にはこの1560年代っつうのは北条氏康と武田信玄の連合軍対上杉の戦いになりますあの上杉は武蔵とか光月にまで入り込んでいるというのが現状ですね武蔵松山城を攻略して上代の太田助政が陥落、えー、この太田助政っつうのはあの太田山楽としても有名な、えー、まあ犬を まあ軍用権として使ったこととしても知られる人物ですが太田道家のひ孫にあたります太田す政が陥落さらに江戸城代であった太田す康こちらも太田道家のひ孫ですねがすきさを通じて上杉方に行くとこの大田家というのはなかなかもともとは大木ヶ谷津家の傘やったんですけども大木ヶ谷津家が衰えた後は 北条氏についたり上杉についたりいろいろしたわけですけども、えー、1163年、えー、64年にこの大竹が一気に動き出すということで関東付近をちょっと整理すると、えー、こういう感じですね、この太、えー、田助政、えー、それから太田助康、これはもともと対立関係にあって、これは家来関係あったんですけども、えー、こっちが結びついて、こちらとの戦いになったという感じですね。 宇治康としたらこのところもうほんまに、えー、この江戸城の太田助康にいきなり裏切られたという形になります。でもちろん影、えー、を引いてるのはこ,こいつらですね。こいつらが影を、えーまあ、裏であの引いています。このこの北条氏は江戸すらなかなか、えー、守れないというのが現状なわけです。さらに上杉正虎から、えー、里見義高にこの太田助康を助けてくれという入れが,がやってきます。 その里見下とのと戦いが起こります。えー、第2次、河野台の戦いですね。先ほどのあれでいきますと、こういうことになります。太田アスと、この太田氏と、えー、それから、こういうふうに結びついて、こっからこちらに、こいつら助けちってねー、ということで、これは連合して、こう戦うと、えー、いう形になります。 だから、まあ、この流れですね、えー、千葉から、えー、東京湾岸の,あの東側が、丸っぽ、宇治安に牙をむいたと、えー、いうことになります。それに対して、河野段の戦いで戦って、里見氏を阿波に抑え込むのに成功しますが、重心の富直勝らが戦死しますでもその結果、北条氏の勢力は上総まで、えー、東京湾をこうぐいっと東の方まで入り込んでいきます。 でさらに太田助政を武蔵から追放して、太田助政はつ、えーまあの国に、えー、逃亡することになりますで。それによって武蔵の国を再制圧ということになります。1965年には上総の柳田晴介の、えー、石宿城を攻略しているすこれはうまくいかないですね。この柳田晴介はなかなか粘るわけです。1966年には長野成盛の水輪城は陥落します。これ、北条高弘が上杉家から離反すると。 いうことで、上杉氏は、えー、北関東を支配できなくなるとどういうことかと言いますと、あの実は上杉サイドの、えー、なってたのは、この北条高広が、えー、こちらに入り込み。この付近では長野成政が上杉とがっつりくっついてえー、まあ、北条氏を圧力かけてるとところがですね。この武田信玄がここに、えー、攻め込んできたわけです。で、結局、長野成政はえー、武田信玄によって。 この長成政は武田信玄と6度まで戦ってあの武田信玄を撃破し続けただから武田信玄の負け戦は普んのとこの長野成政なんですけどこの長野成政が、えー、亡くなった後後を継いだ長野成盛が若かったために、えー、武田信玄一気にこの長野家を滅ぼしてしまうと、えー、よくなってそれによって北条氏康の、えー、力はこれを掘り出しこれを潰しこれが潰れてで北条が裏切ると。 という形で一気に、えー、河野の国は、北条氏康の手に落ち、落ちるということになります。反北条の頃のこの揺らなりしげぐらいですね。という形になります。光野の国を、えー、ほぼ抑えた段階で、氏康は相模の神を名乗るようになり、えー、本格的に氏康は隠遁生活に入り、氏政が左京の大夫として、えー、表舞台に出ていきます。で、67年には氏政は、えー、里見氏を攻略しますが、敗北し、数相を喪失すると。 えー、さらに1169年には北条方の織田氏春が佐竹義時に敗北し北関東はなかなか北条氏は南関東まで抑えても北関東にはなかなか進めないと。で、えー、そういう中事件が起こります。えー、1168年今川家の没落ぶりを見た武田信玄は、えー、今川氏真の領国の駿河に侵攻します。 それに対して北条氏政は出兵して去った山で、えー、信玄と、えー、対峙します。えー、で、氏康は家康と密約を結んで、結局東駿河を、えー、北条氏が、えーまあ、再び奪取すると。そうやって完全にこうなると、実は北条氏としては困るわけですよね。後ろを撃たれないと思ってたら武田信玄が一方的に今川を潰しにかかったと。こうなりますと、せっかくここまで来たのに、 この関係が潰れてしまって、武田信玄と、えー、ここが交戦状態に入りますと、非常に話がややこしくなってくると。この揺らなりしげがここで動きます。この上杉、えー、謙信と、えー、上杉正虎と、この北条氏康の、えー、関係を取り戻そうと、動くわけですね。こっちの方がわかりよいですかね。 なんか何人か、何か、経営者も取るな。織田信長がおって、家康がおって、勝涼と殿に、顔がなへこのゆらなれしげが、えー、この北条とこの関係を、えーまあ、取り持ってくれるわけです。北条自安、えー、この越相同盟が締結,締結されます。で、この越相同盟の中身です,ですけども、中身は謙信は信濃、えー、に出兵する。それから、氏政の弟を、えー、謙信養子にすると。 検信に光月家の国と武蔵の国の一部を割譲すると。その代わりに検診、えー、サイドは足利牛の国家国王として認めると。それから検診を、えー、関東関連とすると。まあ、どっちか言うたら上杉謙信の方にかなり、えー、有利な点がある。そういう同盟になってます。というのはこれは結局北条氏安としてははっきりとものすごく困ってるわけですよね。そういう中で、まあ、上杉謙信にはとにかく頭を下げないといかんと。ところが今度は。 もともと上杉謙信と、えー、北条氏安の同盟関係が結ばれた、その結果、えー、安定したか言ったら逆であって、佐々木重、里見義弘、太、えー、田助け政らは、上杉に反発して今度は武田信玄に通じます。要するに、えー、彼らはもう徹底して反北条なんですね。1569年の武田信玄が武蔵から、えー、相模に侵攻して小田原城を包囲します。 これは、まあ、あの信玄も深追いせずに小田原城からすぐに撤退するんですけれども、えー、1国7 0年には信玄を東する和に侵攻してきて、北条氏としてはこの武田信玄との戦いに頭を悩ませるということになります。1671年には氏康は、えー、亡くなります。氏康が死んだ、えー、2か月後に氏、えー、政は、えー、信玄との構想同盟の復活に踏み切ります。で S 同盟の破棄 結局、この越走同盟というのは、まあ、結局これって、あの上杉氏、北条氏にとってはもう、えー、対武田の実は上がらなかった、結局、効果はなかったということなんですね。さらに、まあ、上杉謙信からすると、その頃から、えー、上杉謙信はどっちかいうたら、意識がこっちのほう向き始めるんですね、上杉謙信の気持ちが。あの越中の国の方に、えー、意識が、えー、乗り始めます。 したがって、まああの、こちら方面の動きはあまりも、えー、気にしなくなってくると、くなってきて、上杉ンスはこういった連中を結局、あの結局彼らは反北条で一致してるわけであって、越、ま、走、あえー、同盟を組んでみたものの、えー、今度はこいつらは武田と連合しちゃったということで、あまり面白くなかったわけですね。 結局 S 総、えー、同盟っつうのは、えー、あっさり、えー、廃棄されてしまったと高総同盟を付加した結果、えー、いわゆる信玄の最上作戦には援軍を派遣して、えー、味方からの戦いでは実は北条氏政の、えー、家臣が参加しています北条氏政の家臣大藤秀信が、えー、味方の戦いで戦死するということになっています、まあ、そういう意味では、えーほうえー、あの高総同盟の方がやっぱりお互いにとってのメリットが大きかったみたいですね でそれに対して上杉謙信は神戸の国に侵攻、えー、してきて、氏政も出兵しています。で、えー、同年には柳田春輔をあの陥落させて、降伏させています。まあ、これは氏政ができなかったことを氏政がやったと。氏政っいうのはどうも小田原で滅ぼしちゃったんで、えー、評判悪いんですけども、実際にはまあ、あのそれなりに能力のある人物ではあったようです。1975年には あの小山秀綱の、えー、下野祇園城を金渡しさせてあの下野国を、えー、に影響力を伸ばし始めますさらに下総の国の結城温人も基準しあの北条氏政の時代には一気にドミノ倒しのようにあの、えー、関東が治政、えー、のもに入っていきますこれ結局武田氏との、えー、構想同盟が大きいですね、えー、結局信玄から後ろをつかれないでその頃信玄、えー、は駿河まで抑えてるということはあの北条氏政としてはもう全 全勢力を南関東に集中することができると。で、この下総の国など南関東から上杉氏勢力を駆逐すると。まあ、逆に言うたら、1975年頃までは上杉氏の勢力が下総の国まであったと。で、さらに1977年には里見義弘と和睦、房総一和が成立します。で、この背景としては、この里見義弘が、 阿波の国という、えーまあ、千葉県の先っぽを支配してただけにもかかわらず、北条氏と抵抗できた最大の理由がこの上杉謙信なんですね。要するに里見、里見義弘は、えー、里見氏はこの上杉謙信をバックにすることによって、えー、北条氏と戦ってきたんですけども、えー、上杉謙信は織田信長との戦いに入ったために、これ以上、里見氏とはもうどうでもええと。要するに、えー、この頃から上杉謙信はこちらの方に入ってきていて、 織田田信長の部署の柴田勝との戦いにこういうふうに勢力を広げてきた織田信長に対して、えーまあ、上杉謙信は、えー、こちらにこう影響すると。そうしたらもうこの里見義弘さんなんかにちょっかい出して上杉こうやるのはちょっともう、えー、効果が薄いと。あまりやりすぎるとこの北条氏の関係を悪化させるとこの武田氏との関係が、えー、武田氏にいつ、えー、横合いつかれるかわからないと。 ということで、上杉はこの頃、えー、関東を、えー、本格的に諦め始めます。どっちか言ったら、北陸の方面に力を伸ばしていくという作戦に転じます。しかし、1978年、大きな事件が起こります。上杉謙信が死去しますで。それによって、小竹の乱が起こります。で、また元気あった上杉憲政それから上杉景虎、これ VS 上杉景勝という戦いなわけですね。その上杉景勝は、この小竹の乱では、 一応、本来のこの乗政、上杉掛虎が本来の、えー、まあ後継者とよくなってるんで、高層同盟に基づき、氏政と、えー、武田勝頼は連携して、このお舘の乱に、えー、まあ対応すると。えー、要するに上杉乗政、えー、上杉掛虎を支援すると。氏、まあ、政の党ですからね。ところが、武田勝頼は、こいつら殺されたのを見て、えー、手のひら返します。光悦同盟を締結。これはあれですよね。 この光月の国の沼田を武田勝頼に割譲するという条件で。上杉勝家勝と、えー、武田勝頼の手打ちが成立します、えー。その結果勝頼家臣の三田正之がそこに入ってくると。これ後に、えー、北条氏滅亡の大きな原因になりますよね。その結果、高層同盟が発揮されて。えー、再び武田と。それから、あの、上、あの北条は戦う,ようになると。で、えー、そうなると困るんですが。 えー、その代わりに徳川家康と北条氏政が同盟を組んでいますところが1580年武田勝頼はなんか長篠の戦いだと元気なように見えますけど実は結構頑張ってですね1580年に、えー、武田勝頼は、えーまあ、信長との戦いを避けて今度は北条氏の方に入ってきたんですね それに対して北条氏政は非常に形勢悪化してきたんで、まあ、敵の敵は味方ということで織田信長に心中、えー、する形で武田氏の戦いを防ごうとします。これが、えー、まああの構想しましたね。えー、1582年、織田信長は武田勝頼を滅ぼしますが、えー、この時に北条氏政は駿河の国に侵攻して、えー、信長を側面援護しています。 で最終的にこの駿河は徳川家康のものになって、まあ、宇治政としてみれば、結局自分の同盟者である徳川家康が強くなることは、まあ、宇真さんにとっても非常に大きいと。でえーまあ、織田信長は、まあ、北条氏政を心中、まあ、させているわけですから、かなりいい条件で信長の方が、えー、上ですから、武隆一政を派遣して関東管理に就任させると。上野、えー、西部を支配させます。 さらに、数正の仲介で、えー、小山秀忠に下月祇園城を返還するなど、まあ、あの、信長の政権構想に非常に協力的な、えー、宇治んの姿が、えー、見えます。天正神護の乱ですね。まあ、本能寺の変後、えー、宇治んは光月の国に侵攻します。滝川数松と交戦して、えー、敗走する数正を追って信濃、えー、に侵攻。 ところが、徳川家康もこ,こ,これはチャンスと、甲斐の国に侵攻します。で、えー、結局、これ、三田正幸が、えー、この人はあっちこっち行ったり来たりするんですけども、えーまあ、三田正幸が最終的に、えー、北条氏から離反したことによって、鳥居元忠に敗北。甲斐信濃徳川、神津を北条が。えー 引き取ることにし、えー、今度段階でようやく豊臣は光武の国を、えー、支配することに、えー、成功します。ただこの時、えー、三田政義は沼田城の引き出しを拒否し、これがまああの、えー、時に刺さった状態なわけですね。上杉景勝はまああの武田勝頼が滅びた後、やばいと光悦同盟しかないで俺と。 北条氏ととは対立してるでと徳川と北条は一時的に対立したけども、まあ、最終的に甲斐信なの徳川、えー、光月が北条で仲良くなったと、えー、これはまずと思った上杉開発は、まあ、かなり早い段階で羽柴秀吉との同盟に踏み切っています。それに応じて、上杉にくっついていた北関東の黒人衆は秀吉に基準します。まあ、代表的な人物ではこの由良なりしげ室の明院にとかですね。 まあ、こういう風な形になっていきます。えー、北条氏政、えー、徳川家康、本当ここにおた,おたすんですが、消えてますね。困ったもんです。この段階では、えー、三田正行さんも消えてますね。困ったもんです。つまり、まあ、こういう沼田城、うん、それに対して、光津家の国を抑える、えー、北条氏国、武蔵の国を抑える北条氏てる、相撲佐の国を抑える結城春友、それから佐々木義重、このあたりは、北条方に対して、えー、あれですね、反北条サイドは、 こうで,すね、で、えー、新法上がこういう感じになります。で里見義弘はこの段階では、えー、再び半北条に動いています。で、えー、こういう、えー、関係になってきます。こういう色,、えー、色分けになってきます。 まあそういう意味では北条氏というのはあの、まあ、常に、えー、関東の諸勢力との,、えー、あの扱いには非常に苦しんできたそういうことが言えると思います。1983年に足利氏が、えー、死去し代わりの古賀国が建てられなくなったんですね。えー、その結果北条氏政が関東身分地の頂点に立つと。えー、さらにこの頃氏政は えー、江戸を支配することに成功し、江戸、それから岩槻、武蔵の国の利根川水系を抑え込むことに成功します。現在の利根川、違って、当時の利根川は、えー、そのまま江戸城の方に流れ込んでましたから、その利根川水系を、えー、支配することに成功した、えー、北条氏政は、まあ、いわば最盛期を迎えるわけですね。 1585年には、下野の国の有力皇族が那須氏と同盟して、下野の南半分を支配下に置き、この段階で、まあ、御北条氏、北条氏は最大半島を、まあ、抑えると、まあ、千葉県の、現在の千葉県の、えーまあ、ほぼ全域、えーまあ、先っぽを除く上総、下嘘、それから下野の半分、それから上野。 武蔵相模伊豆、さ、え、ら、ー、には日立の、えー、南半分まで北条氏が、えーまあ、制圧するという形になります。まあさえー、先ほど言ったら、えー、こういう感じですね、赤いラインを、えー、抑え込むことに成功し、結城晴友とかぐずぐず入り込んできてます、妙院にとかあの、逆にこういうところにもこう入り込んできて、まあ、あの北条氏は、えー、こういう広範囲を、えー、支配することに成功します。 大の国も、まああのえー、ほとんどこういう一部の反北条勢力がちょろっと、明院仁の、えー、勢力圏はこの辺ですし、勇、え、気、ー、あるどもこの辺ですから、まあ、こういうのはちょぼちょぼとこういう、えー、ところに、えー、ちょぼちょぼとおる状態であって、基本的に北条氏政が関東の、えー、南半分からこうぐいっと奥の方まで上がってきているという形を取るわけですね。しかし、やっぱりこの秀吉との関係が、えー、常に大きな問題になってきます。 1888年には豊臣秀吉の上落要請を拒否し、一旦ちょっとやばくなりますが、えー、北条氏則が上落して、まあ、なんとか安定します。この北条氏則は、えー、家康との、えー、関係が深く、家康とともに今川家にいたこともあって、その関係で、えー、氏則っていうのは、割合、えー、この北条家の中では、えー、どっちかいうたら、秀吉仲良くしましょうよという感じですね。で、1589年、沼田裁定が行われます。 この問題やってる沼田、上州沼田の3分の2を北条して返還すると。ところが、この時にですね、北条氏国の家臣、えー、である猪俣、えー、国範が、三田正行の家臣である鈴木重則の上州がやったこの名ぐるみ城の、えー、を騙し取るんですね。で、えー、この名ぐるみ城を、えーまあ騙し取られた、えー、鈴木重ともは、えー、あの恥じて自害してしまうと。 で、えー、それに対して、秀吉は激怒するわけです。こちらに来て、あの、説明しろと。えー、どういうことだと説明しろと。それに対して、北条氏政はこれを拒否します。そんなことされる言われはないと。 であのまあ、北条氏政としては、徳川家康と、えー、自分との違いについてもずっとなんか思ってみたいですね、やっぱり結局、戦わんと、えー、戦って一旦ちょっと、えー、痛みに合わせんとなかなか結局、秀吉、まあ、信長秀吉と、えー、信長秀吉のグループは常に北条氏をかなり下に見てきてると、まあ、そういった不満が、えー、高まってきたんでしょうね。えー、最終的に氏政、氏輝の、えー、主導で開戦。 えー、しかしこれはもう、えー、秀吉の22万人の軍勢によってあの小田原を除く、えー、諸女は次々と落城していって、えー、結局小田原だけになるわけですねこの頃の北条氏は北条氏照、えー、それから氏国こういうあたりですねで、えー、北条氏のりがこの岬こういう市場体制を引いていました八王子の氏照、えー、それから、えー、こうずあの岩槻の,の方の、えー あの上州の、えー、北条氏国、それから武蔵の北条氏照、相模の北条氏のり、それから相模の、えー、北条氏政、こういった市場体制を引いていますが、えーまあ、それぞれ潰されていき、最後は小田原だけが残って、えー、結局、まあ、北条氏政、えー、宇治直は、えー、交渉しますが、その交渉としては武蔵、相模、伊豆を、えーまあ、北条氏の領地で残すと。で、氏直の上,、えー、上落、氏直が上落しますと。 それを条件に降伏しますが、秀吉はこの講和条件を一方的に破棄し、氏政切腹、氏直追放の決定を行います。それに対して、北条氏直は、私の命と引き換えに、前将兵の除名だけはお願いしますと言ったんですが、秀吉の決定は、氏政、氏輝、それから大道寺正成、松田紀秀の4人に切腹を命じ、北条氏直は追放するという形で、大名との北条氏は滅亡しました。 宇治直は家康の婿効であったということで除名されあの小屋さんで近親生活に入ります翌年には宇治直は赦免されて織田信勝手を与えられています 1>, で1万石の大名として取り立てられてたんですが、まあ、あの領地がどこなのか実は決まってなかったらしい。とりあえず、1万石の大名として取り,あえず取り立てることは決定したらしいですね。で、一、え、説、ー、には、石見の国を与え,るんじゃ与えられるんじゃないかという観測もあったんですけども、えー、実際にはわからないです。あの結局、えー、天然痘にかかって、えー、休止したためにわからないんですが、えーまあ、ただ、織田信一ってあの、まあ、 あですね、北条氏が、えー、初給料後に家康を移してその家康のところに信雄を移すとしたら信雄が抵抗したんで、えー、追放されたんですけども追放された信雄邸を、えー、与えられたということはまあなかなか、えー、場所を与えられるということやるから北条氏のはもしかしたら、えー、かなりええー、ところをもらえた可能性もあるわけですね一万石どころでないものが与えられた可能性もあるただ急死、えー、しちゃったと。 結局、えー、この北条氏のりはもともと秀吉、家康とこう連絡を取っていた。小田原の時には三崎城に籠もって、えー、最後まで粘ったんですが、えー、あの黒田、官兵衛の説得に応じて解除をすると。で、えー、この北条氏のりは氏直とともに、えーまあ、命を救われて、えー、小屋さんで採去。で、氏直とともに斜、えー、面されて、6千国を与えられています。氏のりは河内の国の佐山に。えー あの与えられて、狭山城主となります。で、あの六千石という、まあ、えー、まあ、こだかなんですけども。え一条一条のあるあるじとして、ええ、ぐうされて、えー。それ相に成長に扱われました。宇治の,の、えー、本家の方は、この。えー、宇治のの子供の宇治盛が、まあ、北条本家を継承します。で、えー、彼には四千石が与えられたと。で、宇治のが死んだ後、えー、この宇治のの六千石と、もともと四千石。 この2つを与えられて一万石になりましたで、一万石になったら江戸時代には大名ですよねで、その結果、狭山藩主として明治維新まで存続しています大量に養子を入れてますから血は繋がってませんが一万石の狭山藩主として狭山から天保とか海域とかそういったこともなく無事に明治維新まで存続しています戦前戦後にはあの。 確か公明党の、えー、幹部になってるんだろうな,いかなこの北条氏、北条さんは。というわけで、北条氏えー、終わりですこれ豊臣秀吉と講和交渉をしてますけど、これはまとまる可能性は全くなかったんですか多分秀吉の方がもう、あの最初から潰すってたでしょうね。<laughs> 秀吉の時代になって、こんなに大きい大名で完全に潰されたって、北条ぐらいでしょですね。 このレンチャもっと早くにあの、えー、降伏しちゃってるし、長我壁とか大友、大友逆にやん助けてくれやったし、まあ、島津は助かったし、北条だけですね、こんなこんな目におったん。いや、まあ他のところの例をね、見れば、まあ、相模と伊豆ぐらいやったら、残してもらえるかなと。うん、島津とか長我壁の例を見る限り、まあ,あの、相模、伊豆ぐらいは残して、 えというような感じは <laughs> 受けますよね。でも最後に、これ秀吉え、秀吉ですよね。秀吉です家復活させてくれたのは。そうそう。家康、うん、がだいぶ動いたみたいですけどね。家康があの一生懸命頼み込んで、あの除名と、それからあの大名詞の復活を、だいぶ家康があの運動したみたいです。 家康っていろんな人の面倒見てますね。戦国遺棄さんも面倒見てあったし。そうですね。うん、家康として自分の、えー、娘向こうやから余計に多分氏直に関してはもう氏 <laughs> 政とかのあの、高見伊豆、武蔵ぐらいは、えー、領地に残しちゃってくれとか氏政はあの。 えー、隠居させて宇治直に、えー、後を継がせる形であの北条家を残してくれたとかそういったことはどうも家康は一生懸命運動してみたいですね。ただそれは受け入れられなかったと。だからまあ秀吉としてもせめて宇治直さんの大名ぐらいは残してやろうかと。で結局北条家というのはこの関東の黒人層ではないか里見とかこの辺りの小さな大名を 最後まで抑え込めなかったんですね、この家は。そうですね。うん。里見なんかも主語とは言えないから、やっぱり黒人層でしょうね、これも里見なんかも。一応、日体一門を自称してますが、由良もそうや日体一門をあれ自称ですね。あの由良はちなみにあの日泰須田の子孫と自称してます。我々はもともと関東の由秀ある一族で。 な京都からやってきた伊勢なんかに。やっぱ伊勢なんかになんですね、関東やと <laughs> そうですね。なんかゆ良家なんかはあれですよね、あの旦那死んで皇室がちゃんとあの指揮して、北条に抵抗するんですよね、これ。その結果、旗も落として残るんですよ、このゆ良家も。ちゃんと秀吉に認められて、あの所領を保全してもらってで、江戸時代は生き抜くんですね、このゆ良家も。 ただあの、最後の最後で、明治維新の時に、男爵にはすごいなんですね。ね岩松と由良が争って、どっちが新田の子,、えー、子孫やいうて、で結局、明治政府の最低は、岩松が新、えー、田のあれだから、こちらに男爵を与えると。由良はだめと。で、由良は士族、岩松はあの家族。由良は岩松の一応家臣な石、ね、見の国に。 復活させてあげようという岩見の国一国あげよういうことですかそう一国,なんか一国の国を与えられるつまさまったみたいですね岩見って毛利が持ってますよね<あ><で>この頃は毛利ですね五<い>大楼の毛利ええんかな <laughs> つまづきのきっかけはこの真田の持ってた殴るみ城なんですねそうですねそれでは真田正幸さんは あの北条ぶっ潰しもととまあどちら悪いのか、真田さんがあれなのかそれともあの猪又国成がまずいのか。北条の家臣ですか。北条の家臣の家臣です。<laughs> じゃあ加氏さんの方の人間じゃないですか。うん。この猪又国成が名る屋城達成したことに秀吉がぶち切れたわけですよね。これ猪又って言うのあれですよねあの武蔵氏党の末裔でまあこれも武蔵の国の有力な 長い間、武蔵の国に頼朝こう以来続けたです、ね。これ、頼朝はさらに古いんじゃないかな。以外の名門なんですね、猪俣さんも。じゃ、あこれ北条の家臣とは。言っても。北条に別体じゃないんでね。猪俣は。古いけども、その。あの、大きな家じゃないから、多分北条に別ったり、つ、くこと、ことで生き延びようとした。タイプでしょうね。これ、殴る道を取りに行くというのは、これは北条の許可を得てたんですか。 その辺が微妙なんですね、結局はあの秀吉は氏政の可あたに違いないと、氏政、氏国の局あたに違いないというふうに主張するし、もしそうじゃないとちゃんと説明に来いと、でえー、ちゃんとその責任者よりのまた国の領を処,分せよあの処刑せよとで、それに対してあの拒否したわけですから、まあ、秀吉からしたら、これあの北条氏の、北条氏の公認だろうということなわけですね。 あとは宇治政が秀吉と戦って何とかなると思ってたんですね。そうでしょうね。まあそれが結局半田ミス言われたら半田ミスなんですけども難しいところですよね。秀吉がそこまで本気出してくる高々名ぐるみ城でそんな本気出してくると思わなかった。小さな話じゃないですかと <laughs> 宇治政からすりゃ。 確かに、ナグルミをこう騙しウちして、奪ったのは申し訳ないことであるけども、そんな俺がベコベコ言うて、京都まで行って謝るならような話が入った。だからこれ多分きっかけに過ぎないんであって多分、秀吉はもうずっと狙ってるんでしょうね。多分、このナグルミジの話じゃなくても、何か理屈けては多分、攻めてきた可能性があると思うんですけど。じゃその時に秀吉が北条を全部潰してもらうか、もっと小さく押し込むか、 島津みたいに薩摩と大隅だけやとか言ってくらしてしまうか、まあ、何しても,もう北条を一回叩いだろうとは、秀氏は思ってたと、うん。それはまあそう、240万石を渡らせてらそれをそのまま残すわけにはいかないですよね。家康も本当はそう潰したかったけど、家康を潰せなかったんですよね。秀氏としては、北条まで残したらちょっとまずいやろと。北条と徳川のが、えー、連合したら、これはもうアウト そうか北条と徳がくっついてるから合わせると400万ぐらいになるので400万個ぐらいになるからこの2つはくっつかれると非常にあのまずいことになると今すぐじゃなくても例えばあの秀吉はこの段階でまだ子供もがびびおらん微妙なところですから秀吉関大代,代わりの時にあの家康が離反して北条氏政とくっついたらエンドですわな。あそうか豊臣と 一生ぐらいの力があるわわけですね二つ合わせればああ、うん、やっぱりどっちか潰しとかなあかんと。うん、なるほどね。おそらくは佐竹とかあのそういう反北条型の人間は多分あの秀吉に一生懸命運動してたでしょうしね妙院にとかあのそういう連中とかはもう一生懸命秀吉に足ざまに <laughs> 北条と言ったらろい里見とか。 最後まで多分だから里見とか佐竹にはあの北条さんとか苦しめられてあの小田さんはこれで結局割,割よく歌うのはあれなんですね小田さんはあの結局北条氏にくっついてたためにあの小田さんもまとめて潰されちゃ,潰潰されちゃって800年の頼朝以来の名族小田家も滅びちゃいましたね逆に結城さんはこれでうまく生き延びて角子はですねこの結城さんは結城温友は子供がいなかったんで あの秀吉の養子になってい徳川家康の次男の秀康を養子に迎え入れて、あのまんまと松平になることに成功しましたし、あの結城なれば、結城家の家臣たちも、引っ付いていくんですかそうです、さらにあの祭祀も、一応、越前松平の乗るものの、あの祭祀とか、えー、そういったものは結城家を引き継いでます結城は結構、大きだったわけですね。 勇気はもうあのそういう意味では勝ち組ですよねこれ越前松寺になっちゃったんだからうんあの幕末には松寺春閣を出すんだからこれあの結城はある意味勝ち組ですよね下草勇気氏は養子受けるぐらいでかしんだみんながうまいこといくんだったらねうんしかももともと子供いなかったんやから勇気温人向けからしたらもう最高の結 <laughs> 末ですよね、うん 子供や、ね、どうしようと思ったら秀吉の仲介で家、e、康の息子を養子に迎えることができて家臣団みんなまとめて面倒見てもらえたらまあ結城さんとしたらでちゃんと妻子は残してもらった確かあそこ家紋も結城の,の家紋を引き継いじゃなかったかな結城、まあ、秀康って言ってますもんね結城秀康の死んだ後に松平に一応解説するんですね